おはよう、コウキくん。ちょっと遅れちゃったかな。待ち合わせの朝、実家のものだというやたらごつい車の運転席から降りてきたカルコは晴れ晴れとした笑顔だった。まあ大学行って、まあ免許取って、まあもう運転できるのか。早いね。向こうも洗濯機くらいはあるみたいだけど、一応着替えとかは余裕を持っておいた方が。あって、これ昨日も電話で言ったね。なんだか旅行みたいだね。浮かれちゃわないようにしなきゃ。お父さんやお母さんが認めてくれる定宿ぶりで、コウキ君を支えるよ。カオル子のご両親が職場を訪ねてくるのは来週の今日。ただまあ、ちょうど夏休みだし、場当たりでボロが出るよりも前乗りで実際に生活してみる？どうせなら二人で新婚の予行練習しちゃう？そうやって当初の緊迫した雰囲気が綺麗に吹っ飛んだのが今である。文豪か。要求されてるのがそれなら逃げ場はないもんな。それっぽい雰囲気を作れるようにしないと。コウキ君なら大丈夫だよ。この時点ですでに凄みがにじみ出てるもん。うん、絶対錯覚だと思う。和服を着ているわけでも指出しグローブをはめているわけでもないし。やれやれ、はしゃいじゃって。まあ、あんな調子で一体いつ太宰の境地にたどり着くのやら。見た目だけなら1週間もあれば何とかなるんじゃない？中身はまあ、おい、お前たち、陰口を叩くくらいなら出てきなさい。お揃いの置物みたいに並んでこっちを覗いていた2人がふてぶてしく顔を見合わせる。見送りに来てくれたの？本当にごめんね。みんなにも迷惑かけちゃって。迷惑だなんてとんでもない。むしろ面白くなって大変だとは思いますが頑張ってくださいね。タイミングを見て遊びに行きますから。ありがとう。もてなしの用意をして待ってるね。旅行気分ではしゃぐのもいいけどさ、編集さんにせっかくだから何か書いてみろって言われてるの忘れてない？短編の一つでも書いてこなかったら帰ってくる家はないと思った方がいいよ。任せて。コウキ君のことは私が支えるから。豊かなおっぱいをドンと叩いてカオル子が胸を反らす。ちゃんと予習もイメトレもしてきたしね。お背中を流したり膝枕してあげたり、うちわで仰いであげたり、あとはここではちょっと言えないかなね、コウキくん。名作が誕生するパターンだって、パターンあり得るぞ。ワクワクしてきた。じゃあ行ってくるね。先輩、だいぶ鼻の下伸びてたね。あの調子だと違うものこさえてきそうだね。まあまあ、それはそれで祝福してあげればいいんじゃない？何ができるんでしょうね。俺たちの家から有料道路も使ってだいたい40分。まあぼちぼち遠いな。意外と言っていいくらいあっけなく俺たちは当面の住処となる古民家にたどり着いていた。圧倒されるものがあるな。昔の人は本当にこんなところに住んでたのか。コウキ君の感想は現代人だね。縁側から障子の戸にかけてのセキュリティの甘さが気になる。もし泥棒でも入ったらどう対応しよう。情緒が薄れちゃうからそのあたりは都度考えていけばいいんじゃないかな。ひとまず大きめの和室に2人分の荷物を置いてぐるっと屋内を一回りしてみる。トイレとかお風呂はさすがにリフォームされてたね。こっちのお部屋はコウキ君がお仕事で使ってるって設定にしよっか。奥の和室は
寝室かな。本当に二人っきりだね。ぴょんと一歩分の距離を詰めて、カオル子が俺の腕に飛びついてくる。こんな風にくっついても誰にも見られたりしないんだよ。こんなことしても誰にも見られないな。俺からもお返しでおっぱいをさすってみたり。お昼からこんな風におちんぽ触ったりしても咎められる心配もないね。二人で住むってのはそういうことだからな。お風呂ちゃんと使えるか試してみよっか。パチパチと小さく瞬いた瞳が妖艶な色を宿す。トト、いきなりそんなの始めたら一日が終わっちゃうぞ。俺たちは何しに来たんだっけ。イチャイチャ。正解って言いたいところだけど、それだけだとさすがに。冗談だよ。ちゃんと文豪っぽい雰囲気を作るために1週間も前から一緒に住むんだもん。ちゃんとわきまえてます。コウキ君は亭主関白に私のことを叱り飛ばしたり存在に扱ってくれていいからね。存在って、あ、俺そんなキャラじゃないしな。そこは合わせてよ。コウキ君は気難しくて繊細だから、基本的には愛する私としか話をしないんだよ。俺の設定が加速してない？練習してみて。おい、カオル子ってできるかな。カオル子。いいよいいよ、その調子で文学お願いしちゃっていいかな。要は全ての歌詞のうちで羊羹が最も好きだ。ほとんど漱石だよ。世がいい味出してるね。名前はまだない。文学。こんな種類の黄色い声を浴びたことがある人類って世界に俺だけなんじゃないだろうか。すごい得した気分。本当に。火がついちゃった。早速で申し訳ないんだけど、和服に着替えてもらってもいいかな。いいよ、とっても素敵。じゃあそこに座って。そう、肘をついて。こうかな。いいよいいよ、文学来てるよ。さすがは伝説の生徒会長。カオル子は褒めて伸ばすという意味をよく理解しているらしい。絶賛によって俺の中の文学が活性化されていくのがわかるようだ。なんか気分出てきちゃったな。縁側に座ってみよう。そういうのすごく文学だよ。待ってね、お茶入れてくるから。遠ざかっていく彼女のお尻がプリンプリンと弾むかのように揺れていたのであった。文学長、はい、旦那様。あーん、うまい。カオル子のあーんで食べさせてもらう羊羹はことさら味わい深かった。漱石先生は羊羹への思いを文学に昇華させて現代にまで語り継がせてたりするんだよ。コウキ先生も。はい、どうぞ。むむ、美味しいしツヤツヤしてて綺麗。着眼点は合ってるよ。青竹っぽい情緒感のある用事で羊羹を切って、カオル子ははいどうぞと口に寄せてくれる。なんだろう、この感じ、この落ち着く感じ。俺の中には日本人の血が流れていることを実感できるな。語る言葉が全部文学だね。うっとりしちゃう。こっちもふわふわで美味しそうだな。にゃん、コウキ先生の文学ったら感動的。調子に乗って巨大なマシュマロおっぱいに頬ずりしてみたりも。そうそう、
俺も今回のことがあって純文学とかちょっとつまんでみたんだけど、日記っぽい内容が多いよね。現代もエッセイとか普通にあるし、そういうものなんじゃないかな。高塚さんにも何か書いてみろって言われてるわけだし、今回はその方向で行こうと思う。おっぱいを枕にくつろぎながら、懐にしまっておいた手帳を出す俺。題して花香る日々、世俗から離れていちゃ愛に溺れる日々を俺なりの切り口で書いてみようかなって。本当に？これからの日々なんか書いて出版できるかな。ありのままには書けないかな。それだと官能小説になっちゃうし、とてもじゃないが薫子の両親に見せられない。どういう切り口になるの？例えば今の状況はどんな表現になるのかな。そうだな、彼女は子猫の仕草で俺に甘えると、そっと太ももに手をかけ、こびた眼差しを向けるのであった。やーん、文学にされちゃった。じゃあこういうのは？おお、俺の鰹節が。スマホはあんまり文学じゃないなと思いつつ、けたたましい電子音を張り上げるスマホを二人で見る。高塚さんからだ。次回分の原案のことで連絡するって言われてたから、そのことかな。もうお仕事するの？大前提とかいろんなことをすぐ忘れちゃう、そういう隙の多いところも大好きだぞ。